はい、どうも、ふめでおです。今回ですけども、カラフルミッキー。こちらね、まあ、スキル1めちゃくちゃ強いんですけど、まあ、前回ね、動画上げてるんですよ。で、まあ、その動画にですね、スキル2になると化けますよっていうのをね、まあ、ちょっとコメントいただきまして、スキル2ね、まあ、自分使ったことないんですよ。で、ちなみにスキル1とスキル2何が違うかっていうと、まずコイン補正値が違って、ミッキーミニーの、補正値がですね、プラス1されます。で、ドナルドに関してもマイナス1だったのが、補正なしになるということで、まあ、単純にコイン補正値が、全てにおいてプラス1されるというところですね。1段階上がるというところが、まず強いというところですね。で、あとは発動数が1下がる。多分22になるっていうところと、あとは効果時間ですね。こちら 9.8 秒になるということで、1.3 秒伸びるんですよ。で、これ 1.3 秒伸びるっていうことは、おそらくドナルド1回分増えるっていうところなので、多分めちゃめちゃ伸びると思う。確かにこれは化けるんじゃねえかと。これちょっとね、5-4のみやりつつ、はい、スキル1やってから、ちょっとスキル2どうなのかっていうのをやってみたいと思います。あ、これちょっとクソだるいやつってか、なんかめんどくさいやつだった、これもしかして。繰り越しできておりません。危な、一応ね、2回はやりたいです、ドナルドね。OKOKOK。やってますね。いけるよ、もう一回いけるよ。ですね、下手くそです。下手くそです、下手くそだけど、まあ、それでもさすがに4000は超えるか。それでも はい、いけるよね。危ない、いけてる？危な、あー、やったくせー。いや、ダメだこりゃ。もう一回いけないな。あ、でも4000枚いけるね。5000いきたいけどね。さあ、ということで4686枚、全然いいプレイできませんでした、申し訳ございません。そのこのでもまあでも4700枚ならね、まあ、全然いいんじゃないでしょうか。ということで、じゃあこの4700枚がどこまで伸びるのかということで、まあ、多分ね、6000はいけると思う。さすがに6000いけんじゃないかな。1段階だって全消去において1段階上がるんでしょ。で、効果時間 1.3 秒上がるんで、1回ドナルド増えるでしょと。最低でもあのドナルド2回は安定するはずなので、
3回行く。はい、ということで、ガチャ引いてね、やりたいところではあるんだけど、コインがめちゃめちゃ少ないし、もう 2% 引くの無理だし、まあ、なんなら今、確率アップじゃないんで、もうスキチケぶち込みます。はい、スキチケぶち込みます。やっちまいましょう。ありがとうございます。使ってしまいました。やり直した。すいません、いいプレイが取れなかったんでやり直ししております。大変申し訳ございません。いや、伸びてはいるんだけど、ちょっとね、ちょっとねっていうようなやつだったんで、ああ、とても残念なやつだ。さあ、繰り越しはミスっております。まあ2回になっちゃったけども。はい、クククク、マジでむずいな、マジでむずい。危ねえ、ギリ使えた。いや、もっといけると思うんだけどな。ありがとうございます。よし。ギリ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 。いや、もう一回行きたいんだよな、ここで。本当は。6291枚ということで、どうでしたか。ちょっと忙しすぎて何喋ってんのかよくわからんかったけど、まあ伸びてるね、爆伸びしてるね。ただ忙しいね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。カラフルミッキー、スキル1の人はね、スキル2にするとね、まあ一応これだけ伸びるんで、まあぜひね、まあそこら辺も参考にして、まあ育成はね、まあちょっとなかなかきついところはあるんだけど、まあ多分当分復活しないと思うしね、うん、スキチキでの育成でしか、まあほぼ無理なんですけど、はい、一応コイン補正がね、スキル1からスキル2で上がって、効果時間伸びてっていうところで、だいぶ使いやすくなってくると思います。はい、ので、まあ参考にしてもらえたらなと思います。
はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。